こんばんは、 YT ゲームへようこそ。今回は敵が一気に弱体化する戦後処理の実験動画です。三国志5は戦闘に勝利すると戦後処理として東洋、解放、初段の3つが選べます。東洋はもちろん武将を引き抜くことです。解放はそのまま元の勢力へと返します。初段はゲームから消えることになります。この戦後処理ですが、相性が良く義理の高い武将たちは最後の最後まで東洋に応じません。そんな武将をずっと解放すると敵が一向に弱くなりません。今回はその戦後処理で解放を選ばずに東洋か初段をするとどれくらい弱体化するのか実験をしてきましたので、ご覧ください。シナリオ劉備入植の長路で強大な勢力をじゃんじゃん倒してみました。まずは以前投稿した序盤攻略の通り、劉備のいる指導に攻め込み劉備を狩ります。花弁は早々に奪われましたが、兵力は7万になり、武将も義援や宝刀などを加える。早々はぶっちぎりの兵力を保有しています。花弁に予備兵が残っているのを発見し、歩兵の手間が省けるので奪いに行きました。215年1月時点の各勢力です。曹操が独走状態で他が追随する形です。長路軍も10万以上の軍勢を整えています。そろそろ本格的に勢力拡大というところですね。優勝寮の生徒が全く兵士を置いていないので速攻で攻め落とします。215年4月時点の長路軍です。これだけの兵力があれば劉将軍なんぞ蹴散らせます。対する劉将軍は長路軍よりも兵士は多いですが、果たしてどれくらい弱体化するのか。215年4月城陽に攻め込む。敵の待ちに待った援軍が到着しました。援軍をすべて木っ端みじんに粉砕、最後の部隊も捕らえます。劉将配下は趙人や劉純以外は東洋に応じやすく、ほとんどの武将が投降しました。貢献と語彙はすいません、解放しちゃいました。それではこの戦いで劉将軍はこうなります。1回の戦闘で約10万近い兵数が失われました。もう一度同じことをすれば劉将軍は消滅します。そして劉将軍を粉砕した長路軍です。益州の実権は完全に握りましたね。次のターゲットは孟獲です。この方の配下も義理が低く投降することが多いです。215年8月県内に攻め込む。陥落。安定の投降する方々です。これだけ投用できると気持ちよいですよね。孟獲と孟雄は惜しいので逃がします。敗北した孟獲軍はこちら、もう二度と歯向かえないほどのダメージを受けています。悪政をする孟獲軍は収入がないので徴兵で兵士は集められますが、兵糧夜勤がいずれ枯渇します。孟獲軍を倒します。南蛮軍を平頓する。馬長のいる勢領に乗り込む。馬長も配下にします。劉備の後を継いだ張允が孫権軍に滅ぼされます。劉将に勝ち込みします。長かった因縁の戦いが終結。218年2月時点の長路軍です。孟獲、馬長、劉将を取り込んで一大勢力を築きました。曹操はしばらく静観していましたが、孫権は張允から慶州を奪い悲願を達成。調子に乗っている孫権が武陵に大軍を置いています。陣容も旅網、露宿、郊外など香ばしいメンツが揃っていますね。218年5月武陵に攻め込む。陥落。投降した武将たちは先見の明があります。今回は一人も逃がさず処断します。孫権ともども多くの将が一気にこの世を去りました。孫悟がどうなったかというと、兵力の3分の1が減りました。孫権の後を継いだ孫道は立て直すことができるのか。次に本命の曹操をやるつもりだったのですが、向こうから攻めてきてくれました。218年6月安定での防衛戦。完全勝利。東洋に応じた武将たちは歓迎、断った武将たちは逃がさず処断します。安定の防衛成功で曹操軍の兵力を10万ほど減少させることに成功する。こちらに攻撃を仕掛けておいてお返しをしないわけにはいきません。長安に大軍を置いていたのでお礼参りに行きます。花崗屯や巨著がいないのは残念ですが、これだけの大軍を始末できると思うとよだれが止まりませんね。218年8月長安に攻め込む。陥落。
花公園、総比などは案の定ですが、王老や定育は運が悪かったですね。昇級も若くして切られます。同様に応じた武将も多い。特殊武将も切っても良かったですね。長安を奪われた曹操軍はこうなりました。兵力は55万にまで落ち込んでいます。戦争前から見て15万もの戦力の減少です。この時点の長老軍はこちら、孫呉を完全に追い抜き、曹操も追い越す勢いです。曹操、孫老に戦争を仕掛けて同じような処遇をすれば立ち直れないくらいのダメージを与えられます。実戦ダイジェストは以上です。それではまとめです。戦後処理における解放以外を選択すると、武将とともに負傷兵も一緒に喪失します。一度くらいなら耐えられますが、複数回受けた場合は国を傾かせるほどの威力になります。特に最強クラスの武将たちを処断すると武将の質が大幅ダウンします。当然ながら戦いも一方的になり非常に楽になります。ただし処断をすると名声が下がります。むやみやたらと斬りまくるとあっという間に地に落ちます。名声は200を下回らないように注意しましょう。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。